ないしパッタタフ。いい経験。何か用か。また来てくれ。ペルディナ、これまあ。これな。少しいいか、ここだ。ま、もち、それ、彼ら、彼らと。しかし。クロー、それにレアさんともデミトリオ、さてな。一度だけ心一体に。やふとあなたの先生はこんな、あ、それこそ。見てろよ。先生、悔やまない。
リフうむうむいつ理解で任務。一歩進めば一歩一歩前進するのみです。だいぶなじん全員か。主の命を狙う者は。何？打ち漏らしが。誰ですかな？私だ。貸し一つ、な。シャミア殿、ここで何を？君と同じだ。ただ、相手が限られる。セイロス騎士団の暗部。これがなかなかに厄介でね。まあ、私も所属していたんだが。なるほど。これは不覚でした。このところ騎士団の手合いが減っているとは思っていたのですが、貴殿が受け持ってくれていたとは、感謝しておきましょう。それが私の仕事だ。気にするな。しかし、かつての仕事仲間の命を奪う、そのことに思うところはないのですかな。君は全く気にしないように見えるが、私には聞くのか。貴殿は私ではありませんから。教えるのはためらわれますか。まあいい。騎士団で働いていたのはレアさんに拾われた恩返しだ。恩を返し終えたから今ここにいる。敬虔な騎士たちからすれば不義理極まりないんだろうが、セイロス教もオドラのやり方も私には無関係だ。そうでしたな。貴殿はフォドラの西ダグザの出でした。確かに心強い味方ですよ。貴殿は味方であるうちはですが。心配しすぎると早死にするぞ、キューベルト。
しぬられた道。掃除に行くぞ。未来のためも悪くない。陛下の敵は殺すだけです。ビビッ。ええ、任せてちょうだい。気を抜いちゃダメよね。アドラステア皇帝、バイル。先制奇襲、有利思います。心燃やします。戦場を広く見なくては。返すことはできないから。戦場に立つ以上覚悟はできている。おっしゃー、行くぜ。あと何度戦えばいいのかしら。ばかり磨いて花は残ってるかしら。無駄です。これ戦いが終わるまで私は止まらぬ。よし、勝てたね。戦い、すべて大義のためです。俺は負けねえ。邪魔する奴は残らず。さすがだ、私も続こう。みんな、姿勢を上げなさい。
いい働きね。仕留める。はあ！穴を開けてやったぞ。うりゃ！甘い。よし、死んだな。これも波動を敷くため。アドラステア皇帝、参る。
私が負けるわけにはいかない。おっしゃー、行くぜ。おりゃー、よし、大勝利だ。血塗られた道を私が切り開きましょう。逃がすと思いましたか。掃除に行くぞ。先制奇襲、有利を思います。せい、やい、皆のため破れるできません。ブリギ、戦場を広く見なくても、これで決める。皆を導かなくても、あと何度戦えばいいのかしら。戦いに終わりなんてあるのかしら。強く、戦場に立つ以上覚悟はできている。ええ、任せてちょうだい。それ嬉しく思います。積み重ね勝利します。はい、はい、立ち下がる者は必ず強く、陛下の敵は殺すだけです。助かった。この戦場、未来のためも悪くない。これ。仲間を守れてよかったわ。
ってたね。成長できる。
そろそろ出陣の時間ね。用意はいい？頼もしい返事ね。相手に好きだけは見せないで。クロードは軍略もそうだけれど、彼自身にも注意を払わなければいけないわ。彼は魔球フェイルノートを扱う弓の名手。倒すのは困難を伴うでしょう。リーガン家に伝わる英雄の遺産よ。フォドラ実血の一人が使った弓ね。先生はフォドラ実血の伝承を正しく知っているのかしら。人が作り出した武器である英雄の遺産を、セイロスが実血を殺して集めたことを、力ある王だったネメシスを、セイロスが人間を操って打ち倒したことを。それはセイロス教団が広めた偽りの歴史。本当はただ争ったに過ぎない。人の上に立つのが人なのか、それとも人ならざるものなのか。結果はセイロスが勝った。白き者とその眷属がこのフォドラを支配したの。なぜそれを知っているかって、代々の皇帝に伝えられてきたからよ。セイロスに操られ協力した人間というのが帝国の初代皇帝なのだから。あなたが解放王ネメシスと同じ天帝の剣を持っているのは運命なのかもしれない。その剣を手に歴史をねじ曲げようとする者たちに立ち向かうという運命。ガルグマクより出陣の気配ありか。予想よりも早いな。ミルディン大橋を奪われたのは痛手だった。先生が生きてたのもか。それにジュディットのやつ、死にそうになったら逃げろと言っといただろう。ったく、俺のせいで人が死んでいくな。それでどうすんだ。尻尾巻いて帰んのか。家にようナーデル、下手な冗談はやめてくれ。俺を慕い、俺を信じる同盟の連中がどれだけいると思ってんだ。まあそうだろうな。ということはだ、あれか。ああ、あれをやる。頼んだぞナーデル。デアドラに攻め寄せた連中の度肝派手に抜いてやれ。ははっ、上昇ならずとも腐敗を誇ると謳われた我らの強さ、思い知らせてやろう。あとは先生、あんたを見極めてやらなきゃな。ありがとうございました。エーデルちゃん、見て見て、これもらい物なんだけど。あら、誰からもらったんだったかしら。まあいいわ。これがね、ドロテア。贈り物をもらった相手くらい覚えておいたら。ええ、そうね。確かに申し訳なかったわ。一体どうしたの？近頃男に見向きもしないわよね。悩みがあるようにも見えないけれど、もし何か問題を抱えているなら。大丈夫よ、心配しないで。問題も悩みも特に何もないの。ただ最近どうにも身が入らなくてね。仲間はともかく他の男に惹かれなくて。そう、原因は分かっているの？それがね。何かしら、
そんなに見つめて。私が原因？いえ、違うわよ。うん、違わないかもしれないけど。どういうこと？エーデルちゃんと一緒にいて、こうして話したりしていれば、男のことなんて気にならなくなるから、原因なんて何でもいいのよ。そう、気にならないのならいいけれど、でも根本的には解決していないわよね。やはりしっかりと原因を調べて。エーデルちゃん、大丈夫だって言ってるでしょ。それ以上言うなら、あなたが主役の歌劇を今ここで作り上げるわよ。そして私が高らかに歌う。分かったわよ、ドロデア。あなたを信じるわ。でも歌劇だけはやめてね。前にあなたが歌った時も本当に恥ずかしかったのだから。どうしようかしら。この戦いが終わる頃にはあなたが主役の歌劇が完成しているかも。エーデルちゃんの役は私が立派に演じてみせるから安心して。本当にありえそうね。でもあなたがエーデルガルトの役をやることはできないわ。なぜ？わからない？私の物語にはあなたが必要だもの。あなたにはあなた自身のドロデアの役をやってもらわなくちゃ。そういうこと。エーデルちゃん、本当にあなたは。あのヒューベルトさん。何か？私お礼を言いたくてですね。前に話してて気を失っちゃった時、メルを部屋まで運んで寝かせてくれましたよね。ええ、まあ気にすることはありませんよ。放置して風邪でもひかれたら面倒ですからな。そうですね、ようやく言えました。それじゃ。それだけのためにずっと私の周りをうろちょろしていたのですか？うろちょろって、まあそうですけど。その割には私が近づくと逃げていきませんでしたか？話しかけられないように避けることも多かった気がしますが。それは皆まで言わずともわかりますよ。私が怖いというのでしょう。よく言われますからな。その笑い方も怖いです。これは失礼しました。貴殿の前では笑わないようにしましょう。それはそれで怖いです。あ、でも笑顔も怖い。全部怖いです。さようですか。怒ってます。絶対怒ってますよね。怒ってなどいませんよ。むしろ怖がらせて申し訳ないと。そんなはずありません。油断させてベルをもう耐えられませんよ。手の打ちようがありませんな、まったく。おや、珍しいところであったな、ドロテア。君は信仰に熱くなかった気がするが。知ってたのね、フル君。確かに私は敬虔な信徒とは言えません。貴族重視の不平等な社会を作った女神のせいでひどい目に遭ってきたんだから。神聖な大聖堂で主の悪口とは。君は勇気があるにも程があるぞ、まったく。しかしひどい目とは一体何があったのだ？あなたに教える必要ある？ま、いいかしら。私が孤児だったのはどうせ知ってるでしょ。
貴族街の裏通りで施しを凍ったり残飯を漁ったりして飢えをしのぐ毎日だった。やはりそうなのか。不老孤児何度か見かけたがその後マヌエラ先輩に見出されて私は歌姫になったの。歌姫の私に対する貴族たちの態度はそれはそれは素晴らしいものだったわ。私に唾を吐きかけた貴族たちがその口で私の歌と耳を褒めるの。私を蹴り飛ばした貴族が美しい靴を私に贈るのよ。本当に滑稽だった。それで君は貴族を嫌いになったのか。だがなぜ私を同類視した。このフェルディナントがそのような男だと。見た目に騙され態度を翻すような貴族とも思えぬ輩と同じだと。え、違うと。だって私は覚えてます。あれは歌姫になることが決まった日。私浮かれてたわ。少しでも汚れを落としておこうと町の噴水でこっそり水浴びして歌いながらはしゃいでた。そこにあなたが現れたのよ。わ、私が。いや、まさか。それはやっぱり心当たりあるんでしょう。あなたは私を睨んですぐに走り去った。次に学校で会った時にはあなたは別人のような笑顔で私に話しかけてきた。花に群がるミツバチのようにね。つぼみの頃は見向きもしなかったくせに。そうか、そうだったのか。あの時の歌、君だったのだな。ドロテア、聞いてくれ。それは誤解だ。私はあの時君に見とれていたんだ。美しい声と可憐な笑顔、横が水に散りばめられ水のせいかと。嘘じゃない。ただ子供心に無性に恥ずかしくて逃げ出してしまった。勇気を出して戻ってきた時にはもう誰もいなかった。夢だと思っていたよ。そうね、信じるわ。お菓子を作ってたあなたを見て感じたの。あなたは私の嫌いな貴族とは違うって。でもなかなか受け入れられなくて。いいんだ、誤解が解けたなら嬉しいよ。それに私はミツバチで構わない。君という女王蜂のために飛び回る、そういう役目も素敵だと思うからね。なら悪い虫がつかないように見張ってくれる？フェルディナント。ああ、ペトラか。何か私に用かね。いいえ、けれどあなた寂しく見えます。ですから。寂しい、この戦争の最中にかね。生きるのに必死でそんな余裕はないさ。それよりペトラ、君は戦争が終わったら故郷に帰るのか。エーデルガルトはブリギットとの関係修復のため君に王となってほしいと言っていた。はい、帰ります。しかしフォドラとブリギット友好関係続くならいつでも来られます。可能性あります。フォドラいる、移り住むできます。フォドラに移り住む。君は故郷にいたくはないのかね。ブリギット帰る望んでいます。しかしフォドラも私の故郷です。私9年前フォドラ来ました。人生の半分くらい過ごしました。ブリギット家族います。
フォドラも新しい家族、仲間います。新しい家族か。私たちのことをそう言ってくれるとは嬉しいね。ならばこの大切な家族、誰一人失うことなく戦争に勝たなければ。はい、私たち勝ちます。あなたも死なせません。私は死にはしないさ。戦後にもやらねばならぬこともできた。戦後ですか？ああ、フォドラとブリギットの架け橋となる。実は先ほど嘘をついた。寂しさなどないと。だが白状するよ。私は戦いが終わって君が故郷に戻ることがひどく寂しい。本当ですか？そうだ。だから私は決めたのだ。両者の仲を取り持つ役目を私が務めると。君がブリギットにいようと、フォドラにいようと、私もそこにいる。共に手を携え、フォドラとブリギットが未来永劫友好であるように、私たちで力を合わせてやっていけないだろうか。ありがとう、フェルディナント。感謝、感激です。私同じ寂しく思います。だからあなたの言葉嬉しいです。フォドラとブリギット、友好架け橋頼みます。任せてくれたまえ。そしてゆくゆくは。はい、同意する、します。そのような未来ありますこと。チッ、私に任せて引け。シャミヤさん、危ねえ。カスパル、おい、大丈夫か？シャミヤさん。叫ぶな、アホ。私はここだ。シャミヤさん、後ろから敵が。あれ、医務室か、ここ。そうだ、ようやく目を覚ましたな。私をかばって死にかけたんだぞ。なんであんな真似をした？なんでって、シャミヤさんを助けようと。それが君の責任の取り方か。私のために命を捨てるというのが。ふざけるな、カスパル。そんな逃げは許さん。待ってくれ、シャミヤさん。確かに俺あんたに負い目を感じてたよ。けど今回のこれは関係ねえ。シャミヤさんが危ねえって思ったら勝手に体が動いちまったんだ。どちらにしろアホだ。私を助けたかったら自分の身も守りながらにしろ。同じ命だ、君も私も。一つを救うために一つを失うのは愚かだぞ。そんなこと言われたってよ。まあいい、助けられたのは確かだ。礼を言っておく。ありがとう。それとすまんな。なんで謝るんだ、あんたは何も悪くねえだろ。いや、この前な、少し意地悪を言い過ぎた。自分のために命を懸けるような奴にわだかまりなど抱けんさ。君は何も悩むことはない。その言葉は嬉しいけど、悩むことはないっつったってな。先生のおかげ。